おはようございます。ナミさん、お疲れ様です。今日もね、動画の方ありがとうございます。それでね、そうなんですよ、画面にひどい傷を負ってしまってですね、でも随分治ってきたんですけども、なんかね、初めて気づかれましたね。私これね、なんか家族にも気づかれてないんですよ。これほどひどい傷があったんですけども、治りかけていてもなんか全然分かってもらえなくて、全然いいんですけども、ほら、しょ。なんかいかにね、私の顔が見られてないかってことなんですけども、やっぱ動画を見ると私の顔見るんですね、皆さんね。で、シミはね、おかげさまでなくなってきたんですけども、顔の傷があって、こう、結構ね、血も出てたんですけども、なんか、気がついてみたらね、ああ、なんか気づかれたな、みたいな。もうだいぶ一週間ぐらいになるんですけどもね。まともに私の顔見る人は、ついにいなくなったということでございます。YouTube だけが救いですね。ありがとうございます。お疲れ様です。これでね、これね、最近、ナミさんにも言ってたじゃないですか。なんかこう、ガンガン来る若い女性が何人かいるってことはね。なんか、ついには家に来るみたいなことを言っててね。まあ、バカ野郎みたいな動画をこの前撮ったじゃないですか、ナミさんと一緒にね。まああれから別に連絡はないんですけども、連絡がないのが逆に不気味でですね、いろいろ怖いなと思いましたよね。まあ来るのはね、ほんと来れますからね。で、なんていうのかな、久保子の詐欺野郎とか言って犯罪的な人が来るんだったらね、なんか大受けで立つぜみたいな感じですけども、なんか逆に怖くないですか、これ。なんかね、こっそり来て、なんか子供でも誘拐するんじゃないかなみたいなね。まあ何しでかすか分かんないですからね、若い子はね。いや、まあまあ、そんなこともありますけども、いろいろ不気味に感じたりね、なんかこう言われて気づくこととかね。あ、でもなんかこうエステに行ってからね、こう、顔のシミがだいぶなくなってきましたね、ほんとね。あれからね、日焼けしないように、こうなんか、コウモリのように、昼間もあんまり、こう、日に当たらないようにはしてるんですけども。あ、なんか明るくなりましたね、でもね、顔ね。この傷だけがやけに目立つという。赤ですからね、これがね。いやいや、まあ、そんなこともありましてね、まあ、なんて言いますか。そうそう。最近はね、この、まあ、ナミさん送ってもらってる動画も、すごく話題なんですけども、私的にはね、なんですかね、その40代とか、50代の男性が、20代の女性に、まあ、モテる方法みたいなもん、これがもう結局3ヶ月ぐらいやってるわけですよ。で、なんか付き合い出した人もいるしね、私の放送を勝手に見て、熟成でもないのに。だからね、ちょっとね、私の熟成頑張ってほしいなと思うわけですよ。それとか毎日ね、見てくださって、コメントとか書いてくださる方も、なんかこの流れ玉って私は呼んでるんですけども、関係ない人がたまたま私の動画を見て、熟成でもないのに、あ、稼ぎましたっていうか言ったりね、今回みたいに、なんか、今回ね、42歳の、なんかトラックドライバーの年収350万の男性がね、たまにしか会わない事務所のアルバイトの女性と初めてぐらい口聞いたらしいんですよ。で、24歳の女の子らしいんですけどもね、とりあえず付き合いましょうになったらしいんですけどね、その24歳の男性、あ、女性は自分のこと本当に真剣に考えてて、聞いてみると、それがね、24歳で付き合い出しても結婚するのに2年3年かかったとして、最短で言っても子供が生まれるのは28歳だっていうふうに自分のことを捉えてたんですよ。で、まあ、トラックドライバーの男性はね、俺350万でそこまで考えられてたら、この年収じゃ足りねえよって初めて気づいてね。あ、こんなに、ああ、若い女の子でもちゃんと自分の人生に計画とか設計持ってるんだと思って、本当にね、衝撃を受けたらしくてね。で、私のところに、後から、久保さんって稼ぎ方教えてください。30万は入金しました。とか言ってね、来たんで、30万の入金をね、この前見たら、入金されてましたよ。トラックドライバー。年収350万ですからね。給料24万ぐらいですよ、350万って言ったら。350割る、12。
ね、あ、29万手取り24万ですよ。いや、30万多かったでしょうね。うん、まあ、この方はね、ちょっと稼がせないといけないなっていうところありますけども、まあ、でもね、稼ぐでしょうね。なんかダメ元で行ってみたら、そこまでの人生設計をなんかね、吐露されてというか、吐露っていうのはちょっとあんまりいい言葉じゃないですけども、想像するとね、面白いっていうかね、何が起こるか分かんないですよね。うん、そのトラックドライバーの男性の身長165センチで、まあ、顔もいって、そんなにいい感じじゃない。なんか似てるなと思うのが、いやーっていうダチョウ倶楽部の、リーダーじゃないや。よくほら、いやーっていう人、なんか誰だ、デブな人ですね。あの人に似てるんですよ。だからモテるタイプじゃ絶対ないんですよね。年収も低くて。何が起こるか分かんないですね。あ、じゃあ今日はね、こんな感じですね。なんかこう、いろいろとびっくりしたことをまたお伝えできるかもしれません。なんかナミさんもこのね、トラックドライバーにアドバイスがあったら今後お願いします。また新しい情報をお伝えしますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。